今回もちょっと勢いで、はい、なんか違反訓練があったそうで、はい、はい、なかなか長かったです。何泊ですか？5泊6日です。長いですね、はい、これがハワイならね。そうですね、ハワイなら最高なんですけどね。山奥なんで。寒くはなかったですね。寒くはないです。寒くはない、はい。練習はいろんな人の方と、はい、そうですね、まあ、いろんな人に練習してもらったんで、すごく良かったです。どんなメンバーがいたんですか？そう、2、3人です、ね。まあ、今回だったら小川大地くん、はい、ご一緒に、はい、一緒にやらせてもらいました。もがいてきた、はい、もがいてきました。多分練習はできて、はい、はい、いつ釣りが終わったんですか？9月の30日ですね。はい、ではちょっと普通に練習もちょこっとできて、はい、はい、ちょこっとできました。ちょっと前になりますけど、はい、広島はいかがでしたか？広島ちょっと感じが悪かったんで、はいはいはい、まあ、ちょっと今回でちょっともう悪い流れを断ち切れるように、はいはい、ちょっとね、はい、違反訓練もいたからちょうどいい感じでリセットされて断ち切るか、はい、せっかく相性がいい松坂なんで、ちょっと戻していきたいですね。ね、はい、だったんですね、はい、上がってきました。上がっていきたいです、はい、はい、今なんか目標にしてることとかってなんかあるんですか、今の段階で？そうですね、なんか今年の目標が36勝するっていうのが目標で、はい、あ、はい、去年が18勝だったんですよ、はい、で単純にその2倍で1着を取るという。今って何勝ですか？今ちょっと21とかと思うんですよね。急ピッチで、はい、上げていきたいですね。真っ先で、じゃあ24勝です。頑張ります。